西岡、今江というランナーが二塁一塁、そしてバッター3番その右方向ですが、フラフラ上がっている打球はとヒットになりました。西岡は今ホームインです。そして今井もまたボールは返ってくるがタッチはセーフになりました。井口のヒットで2対2になります。同点です。今ね、はい、そして鶴岡、まあ、ベンチから出てきますが、ちょうどこの今本塁でのいわゆるこうクロスプレーの中で今岡が入っていって、多少鶴岡の足を払うような格好で入っていきました。オリックス楽天はずっと1対0のまんまついていますが、高く上がった打球、井口の打球は打球はどうだ、そのままうわいった、ホームラン、センターの右です。井口の一発が出ました。井口ゾーンですね、あそこは。これが怖いという話も先ほどあったんですが、まさにその打球がセンター右、右中間へ飛んでいきました。井口のホームランでロッテが勝ち越しです。3対2になります。いやでも、マーフィー投手のね、もう犠牲フライでもしょうがないという一つアウトが取れればということですね。そうなんですよ、ここはその一回どうぞという、うんうん、その詰まった当たりがライト前に落ちたか、打ち取った場合だったんですが前に落ちました。そして2点が入ります。キムテクのヒットです。6対2となりました。またまいやな打球になっちゃいましたね、これで、ね、ファイターズければバッター福浦、高々と上がった打球はそのまま行きました、ホームラン、第9号のツーランショット。いとかずここはなんと4点を失ってしまいます。今キムテキがホームイン、そしてホームランを打った福浦の今ホームインです。4点を失って6対4です。まあ、ゲームは分からなくなりますが、まだ過去の対戦を考えながら、そして今の状況を考えながら、はい、次のキムテキ外いきますの、あっと右方向、そしてこれはセンターのヒットになりました。セカンドランナーボールが返ってくる、タッチはこれはアウトだ。まあ、ここは西岡アウトになりますが、しかし1点が入りました。6対5、1点差。そしてバッターランナー井口はセカンドに行きましたという1球だったんだ。打数1安打待ってるか。ストレート打ってきた、右中間へ上がったフライ、ライトセンター間ともに追っていく、ライトが追って、うん、その上満塁ホームラン。サブローの満塁ホームランです。4対0。これなんかあの今あのインコースがあったんで変化球かなと思ったんですけど、そうですね、ただそのストレートをずっと見てましたよね。そうです、1球目で出さなかったですよね。それがね、鶴岡にそれでああいう球を振ってしまう。インコース左中間へ真ん中へ伸びていって間を破りました。セカンドランナーホームイン、ファーストランナー二塁三塁を回った、ボーラー中継まで井口、左中間を破るタイムリーツーベース、6対0になりました。さすが井口という感じですよね。これああいうチャンスの場面でね、はい、やっぱりそのどっちも切らさずね、1・2塁間、さあ今度はダッシュしてきた稲葉がサードへ投げた、これはセカンドから回ってきたランナーをタッチアウトにしました。7点目はもう仕方がないという判断、サードへ投げた稲葉、大松を刺しました。しかし8回の表、清田のタイムリーヒットで1点を追加しましたマリーンズ。8回の表を終わって7